はいどうも、軟骨の唐揚げがない居酒屋には絶対に行かないミストです。本日はですね、エビルの千丸野手やっていくんですけども、ちょっとね、2ターン経過してしまってるんですけども、やっていきたいと思います。デッキはこんな感じの、まあいつも通りのテンプレデッキでございます。で、千丸引いて能力値こんな感じで、コツとかはもらってなかったかな。はい、もらってないっすね。はい。で、なんでね、収録しようかなと思ったかと言いますと、いきますよ。これが来たんですね。黒金、セクイチ4人固定。これはね、ワンチャンっていうか、おそらく更新する確率は高いということでね、早速やっていきたいと思います。まあ、これでもサムネにぶち込みたいと思いますので、ぜひ見ていってください。いきましょうか。初めてかな？いや、でもなんか、まだエビル慣れしないときに一回あったかなっていう感じなんでね。このスタートはね、相当でかいかなというふうに思います。で、しかもね、守備にもね、3人固定できてるというね。そしてまた3人来ると、半端ないっすね、これ。最初の3、4ターンが神がかってる。セクイチはフィニッシュするってよりかはね、もう評価上げと、まあ、この固定したところから経験点取るっていうのもまあ結構大事になってくるんで、これはちょっと最高ですね。まあダンジョン一人行くなら、ここはもう体力回復します。ほう。あ、いいっすね。これは行きましょう。過去ナンバーワンのセクイチにしたいっすね。さ。なるほど。これはじゃあラス1の SG を潰しちゃおうかな。はい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 。ようやくイベントが。ハマってる時に限ってね、イベント未完っていうのはね、パープルアプリのね、あるあるなので、それはちょっと避けていきたいんですけど。筋力ちょっと削りたかったけどな、削れんな。ここもメンタル開けちゃおうかな。うん、3人、4人のところは、できるだけ早く評価を上げて、フィニッシュ狙っていきたいんでね。はい。早く黒金潰さないとね、彼女も間に合わないんでね。ちょっと微妙だな。守備いっちゃってもいいんだけど、悩むなぁ。どうするこれ。ダンジョン行っとこうか、じゃあ。モネちゃんの福井部とか来てほしいんだけど。いや、人いないなぁ、筋力練習に。それがちょっと困るですよね。困るな。次体力結構持ってかれるから、どうしたもんかね。まあ、筋力いこうか。さあ、どう来るかな。あー、モネちゃんが来た。もうちょっと早く来てほしかったっすね。さあ、ここダンジョンだと最高。あ、悪くないな。いらんイベントが来て、前部だけ走ってるな。走らなくていいところなのに。調子安定をもらえず、休むか。お。まあ、固定できた割に、なんか微妙なセクイチでしたね。まあ、こっから、フィニッシュが大事なんで何よりも。それ次第では化けるでしょう。先駆けが走る。まあ、評価上がるからいいんですけどね。走ることに関しては。
さあ、タックルが始まっていく。クリスマスか、これ結構厳しいかもな。で、まあ、軽めのコッツを、例のごとく潰していきます。さあ、フィニッシュ祭りの開催です。まあまあいいっすね。打撃がなくなりのダンジョン、オッケー。ここでダンジョン固定できれば結構楽になりますよ。まあ、告白がちょっとそろそろ筋力タックお願いしたいんですけど、ちょっとここをやる気下げたくないんで磨いときます。筋力、そもそも筋力酷似上がってる？上がってるね。守備は無事来たと、いい感じっすね。ただ次体力なくなっちゃうんだよな。告白これきついな。まあ、ここも割り切って諦めるっていう選択肢もありなんですけどね。ひまわり来い、ひまわり回復イベント。お、モネちゃん初手固定してたのか、ラッキー。いやー、それはないわ。あぶねー、筋力。いやー、これモネちゃんあと1回かな。だとしたらこう行くのありだな。波動でそんな強くないけど、やべ、覚えてね、行ってこうか。あと1回だといいな。来い。あー、もう余計な前入れを。行ったか。あ、行ってる。ワンチャンあるぞこれ。流しは2なんで取っちゃって、あとはステイかな。さあ、筋力。あー、これ、これはもう遊ぶでいいかな。肩も来てほしいっすね。次肩来ればバンバンザイ、バンバンジー。まぁ、あ、ちょっとショートだから積極守備欲しいんで、ここは攻めますわ。あー、マジ失敗するよな、このイベント。筋力！よし！来たー！オッケー！まずは達成。で、次告白来れば最高。まあちょっと。肩は死んじゃったけどね。初期総力低いのもまあありだな。来ねえかな、奇跡的に。いや、強すぎ、ワロタ。この流れ来るっしょ。神サクセスの時は来るっしょ。そういう流れっしょ。お願いしますっしょ。頼んます。神よ！よーっしゃ、来た！神サクセスの道のりが開けた。いいぞ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。ここはどうすか？総力いける。ダンジョン間に合う。最高だね。まあ、フィニッシュできなくても間に合ってたけど。最近では、もうあれですね。12月の4週目で発動する立ち回りに、変えております。総力ブーストと、いやー、ちょっと基礎値上げとくか。先駆けとレイリーがちょっと走ってるんで、まあただちょっと不安なのはイベントが全然走ってないというところですかね。黒金は打っとこうか。で、ここは多分パワーヒーレンダーあたりがもらえるんじゃないか、金倉だから。そうね。ラブパンもナイス。イベントナイス。
さあ、これで大吉さえ出れば神サクセスの予感がしますね。ここで満を持してダンジョン守備、いいね。フィニッシュ、これ早くも5回目、すごいな。ちょっとミット上げたいっていうのはあるんですけど、さすが先駆け50のシングルタックは強いですね。さあどうだ、マジ最近大吉大凶出すぎなんで、多分出てくれると思うんですよね、中吉以上。さっきから大凶マジでまくってるんで、乱数調整完璧。おお、いいね、オッケーオッケーオッケー、中吉ならいいでしょう。3人2人印象がちょっとなんか危ない気はするけど、もうここは行っちゃいます。イベントも走ってないんでね、免許欲しいっていうのはぶっちゃけありますね。よー、ここはきっちり回復で、いいっすね。あーでも成功するかな。オッケー、ナイスー。ダンジョン中はマジでイベントガンガン来てほしい。そして精神がちょいやばいっすね。ギリギリギリなんで、補給骨早めに欲しさ。どうすっかな。一回と精神使う系何取るか迷うんだよな。とりあえずミントあげるか。一旦これで我慢してもらおう。ちょっと渋いかな。渋いっすね。一旦デートでもいいでしょう。経験値上がってるんでね。ここの技術精神もでかい。で、次もまあ渋かったら全然やっちゃって OK っすね。早いよー。まあ、イベント来てくれるだけ。多分 S くらいに間に合うんじゃないかな。S にはできないか。まあ A にはしたんで。いやーもう渋いんで、これもデートっすね。全然 OK です。こっからちょっと渋いの来ないでほしい。よし、いいね、このメンタルはグッド。グッドだけど精神やばいな。 S にできる。安定の天才覚醒待機からのメタルタック。オッケーオッケー、イベント走るよ、いけよ。佐伯リーチのひまわりゼロ、国樹2回って感じか。うん、出てる出てる。さあ来い。ああ、いけんか。まあまあってとこだけど、まあ波動もいっちゃおうか。ラブパ来い。うん、まあいいでしょう。OK、いいよ。あ、ひまわりも来てたのに、1回目。意外と走ってるやん。セクイチの始め、すげえ微妙でしたけどね。あ、ちょっとやばいかも。精神やばいかも。大丈夫か。あぶねえ。あぶねえ、あと7ポイント。どうすんのこれもう。守備だな、とりあえず。謎に精神がめちゃくちゃ稼げてる展開ですね。逆境とかいっちゃうか。逆境、まあ、一応コツで取れるんで、まあ、連打。いや、競争心取っちゃおう。お、守備いけんじゃないこれ。いや、いけないか。ただ、ダブルタック強。
他が微妙だから行っちゃおうかな。うん。で、あと一旦くらい持つと思うんで。攻めの姿勢ですね。いいね、ラブパ。そしてイベントもいいね。早く補給骨来てくれ。あ、もうあとも結構余裕っすね。レイリーがリーチと国女リーチでしょ。だいぶラッキー。お、メンタル来た。うん、ここは強い。何か使うものも今はなし。回復系も余ってるんでね。いい感じっすね。これが5、6回目？おっと、タイミングバット。まあ、未完を避けるためにね、イベントはガンガン来てほしいですけどね。メカを打ちかましていこう。で、筋力上げて、守備もガー上げちゃって、連打とかも取っちゃいますかね。あと何もらったっけ？ちょっと、他は微妙かな。守備！よし！ナイス！でかした。攻めた甲斐があったぜ。ちょっと敏捷稼ぎすぎっすね。筋力が多分今めっちゃ足りてない。パワーヒー、お、7回目か、早っ。お、これ結構成功率高いんですよね。オッケーオッケー。さーてと、うん、パワヒ一応ひまわりのあれがあるからね。ちゃんめちゃん取っちゃうか。さあどうくる。筋力いいね。波動もこれで使えますね。あと肩打撃でまあ2人3人固定できればかなりの伸びしろがありますね。そこはちょっと調整していきたいですね。初ダイヤは経験点がかなり乗るので1、3、OK。 あー、3だけど、まあいいでしょう。パワーコーだけど、ここで波動も生かしていきたいんだけど、どうすっかな。太平楽も使ってきてえな。精神敏捷か。ここどうすっかな。大平楽打つか。打ったとして打ってみるか。多分この辺で使わないとね、この単数系のやつは結局使わないで終わっちゃうみたいなのもあるかもしれないんで。幅一人で、ブレインシラス瞬間あたりはちょっと取りたいんだけどな。全然いないんだよな、欲しい時に。少し、いやー、やる気がまずい。これで金特イベントとか来るとやばいな。というわけで遊びますか。いいね、パフェ。こういう時に来てくるとありがたい、本当に。よし。いやー、ほんと、他が渋いな。経験点系のやつが全く取れそうにない。そこ取れないと結局伸びないからね。あ、あと一人なんて。よっ。で、これやる気がマックス。さあ、固まってくれ。一人、二人。おお。よしよしよし。どっちの方が欲しいかな。まあ、多分、筋力だよね。筋力精神。
臨床技術。いやー、精神は余る。でも補給骨が結局来てないから何とも言えんのね。あ、ブレマスにしとくか。筋力が足りてないのは見てわかるんで、で間も潰しますか。お、レイリー、まあこれは絶好調 S なんでね。お前そんとやめろよそれは。あーきっつ、もうお前のミスが台無しにしていく。くっそかよー。テンション下がるわ。なんでミートエスでミスんの？絶好調なのに。わざわざやる気もね、あ、このためにアップしたのにさ、意味なくなったわ。まあもうシラスもチビチビ潰していきますかね。タック来なくなっちゃった。ここに行っちゃっていいかな。いやーきつ。これもミスだな。失敗でしょ。いやー、いい感じだったのにな。金徳全乾燥セクサンでしたし、きついわー。は100歩譲っていいけどさ、レイリー何なのマジで。もうこれでもう SSQ とかもそういう世界はなくなりましたからね。 1.7 とかじゃないかな。いやー出てんのにな。まだ打撃とか肩とかも残してますからね。しかもポイント系のやつ全然使ってないしね。打撃いけるか？ OK。 これちょっと波動をぶちかましていくか。アベヒーとかはまだ来てないよね。はい。いや、いいのにな。いいんだけどな。もう金徳失敗という事実があるからな。OK。ブレマスは取った。ドアシラス。春影も取れてないもんね。全然取れてないじゃん。まあ、春英、シラス取れれば神。まだ SG もあるから、そこはちょっと狙っていきたい。彼女のラウパワーもあるしね。はぁ、なるほど。まあ、フィニッシュしとこうか。あ、でも今、肩行くのありだったな。肩ちょっとね、今。ダイヤまだついてないんで。いや、ありだったなぁ。ちょっとミスった。お、超シャンテンもらったっけ？確かもらってなかった気がする。
いや、もらったっけ？あ、もらってないね。なあ、まあでも、ここは回復もあるんでね。きついなあ。間に合ってしらすくらいかな。春芽にしらす1。まあひまわりいるんで、ちょっとここは補給骨抑えに行きます。セクヒョンが多分伸びないんだよね。立ち回りっていうかポイント系が取れてないので、結局落ち着いちゃうと思うんだよな。強いな、やっぱ波動は。ダメだ、シラスも捨てざるを得ないな。ささやき炙りも美味しい。打撃来ない。ああ、春芽ワンチャンあるな。ああ、でもそしたらブレマスが取れなくなるのか。なんだこの歯がゆさ。まあ、あとは運命に委ねましょうか。打撃がいいのか、総力がいいのか。フォア技術、精神は結構おそらく劣ってる。でもそうでもないんだよな、こうやって振っていくと一気にスッキリ。どうだ、どこも来てねー。まあここはブレマス取って終わりっすね。神サクセスと思ってたんですけどね、セク1までは。まあこういうこともあるということで、ここからどんな選手ができるのかぜひ見ていってください。ポイントバランスはね素晴らしいんですよ。ただ春影がない、そこが今は一番痛いですね。デートも、あ、結構残ってんな。これやっとこう。で、パワーコーも一応あるんでね。まあ、でかい練習の時に踏んでみましょうか。こういうね、サクセスの積み重ねで、スタメン入り選手だったり、作っていくんですよね。今日は収録してるのが9月10日の月曜日なんですけどね、どんなガチャが来るのかな。できればそんなねやばいのは来ないでほしいんだけどね。厳選に石を使いたいので。なんか一時期エビルねイベント走んないっていう時期があったんですけど、なんか最近割と走りますね。またよくわかんないです。端末依存かもしれないです。まあ総力じゃない、打撃か守備ダブル来た時かな、使うとしたらパーコー。ありがとう、経験点。いやー、肩ダブル来たか。ただデートあと1回残ってんだよね。というわけで、次以降にしてくれ。春影ない分を、このパワーコーのダブルタックとかで稼いでいきたいっすね。
さあ、そしたら筋トレとか取っていこうか。あ、総力まだ101にしてなかったのか。若干ピン勝不足って感じですかね。だ、総力ダブルでも全然いいな。まあね、動画投稿者の悩みとしてね、まあ動画さえ撮っちゃえば編集作業とかはね、電車とかでできるんでいいんですけどね、動画を完成させるまでが、成立させるまでが大変なんですよね。だからこういうね、黒金を序盤に4人固定できたっていう動画とか、まあ多分未だかつて上がってなかったと思うんで、まあ結果はどうであれ撮っているって感じですね。サクセス動画のね、その、なんていうか審査と言いますか、これ動画か、まあ OK かなっていうね、そのラインを超えるの結構大変なんですよ。もちろん結果を残すっていうのも大事なんですけどね、ネタ動画でもちゃんとした結果を出さなきゃいけないんで、ね、ネタでもネタとしておーって思ってもらえるようなね、選手を作らなきゃいけないんでね、大変なんですよね。坂田、これは渋い、これは弱すぎワロタなんだな。どうする？行くとこねえな。片練習1だしな。まあ、でも行こうか。一応メンタルタックとかもあるんでね。ここまで来たら怪我率とかね、気にしないでガンガン行きます。さあ、おいでやす。守備、あ、そっか、もう先駆けで、ここ先駆けはここで見えてるわ。まあもうここ、あ、でも対左欲しいな。対左は欲しいんで、いっちゃうか。くれない一回いたら敏捷ポイントが美味しい。波動を潰したのなんか久々だな。波動パワコを潰して春英しらす暁潰してないからな。まあもうこればっかりは流れだからしょうがないっすもんね。固まった高校がたまたまねそこだったっていうね。もう自分はもうなんか経験点が、それこそしらすとか春英とかね、っていうところをわざわざ狙いに行くよりかは、もうタックフィニッシュの経験点だったりね、ダイヤの有無とかをよく見ながら立ち回るんでね、最大値は高いですけどミスった時のねリスクは高いですね。今のセカンドゴロはやばすぎる。さあ、とりあえず有無を言わず、なんか下がってなきゃいけんって、ね、気のせいだよね。瞬間使ってないからだよ。瞬間じゃない、あ、そう、瞬間だ。パワーコー、うなれうなれ、パワーコー。なんだこの、なんとも言えない感じ。レイリーって、あ、盗塁、阿部ひないのか。ただここ行ったらね、モネちゃんの体力消費ダウンが発動するんで、次の練習も多分問題なくいけるんですけど、まあもうここは最大値ですね。阿部ひ、くそ。バランスはいいんだけどな。いいホームラン。暁ピンピンしてるから気をつけなきゃな。いいホームラン。インロー大好きマンかよ。
回です。ツーアウトランナーなしという場面で出川今日3打点を挙げて、ちょっと詰まったけど OK。 これでスライダースクリューシュート落ちましたね。さあカーブ来い。あ、お前も一応投げれるか。4球種ホームラン。今の打ちたかったな。第3球を投げました。ボール。さあ4球目。あ、これはスライダーですね。打った、これは強烈、右中間、一投、入った入った。さあハマってない時こそ順調に決勝進出。さあえぐいタック頼むわ。この時点でひまわり見た時点で守備ダブルはないというね。ああ、まあこの 39% は全然いきますよ。うわー、テレドン。お、通った。いやー、サクセスしたな。成功の方じゃなくてね、ただサクセスしたなってだけですね。ま、ポイントは最後ちゃちゃっと。今回シミュレーター使いません。更新しないって分かってるんで。8が少なくともできないともう更新できないんでね。 SS8 ですね。あー、今シュートと迷った。第3球を投げました。アウトコース高め、高速スライダー外れてボール、投げました。入んのそれ。やるやん。やりますね。独身術。あ、そう、独身術ねえんだ。そうだ。何を期待してるんだ。レイリーに裏切られたんだ。あー、それスライダーなのか。それは読んで。トップバッターは出川、今日3打点を挙げています。第2球投げた、高速見えてる見えてる。第3球は OK。 さあどんくらいかな。12,004、いやーどうだろう、12545くらいかな。12,400か500と読みます。あ、でも結構出てんな。経験点系の1個でも使えたら13,000、春英使えたらもっといってましたね。いやー、バランス素晴らしいんだけどね。なんとなくで振っていきますよ。まあ、でもシミュレーターとかガンガン使ってるとなんとなくこういう感じになるっていうのはね、見えてくるんですよね。こっからがちょっと難しいな。走塁、ラッキーセブン、サインサッチ、カッター35。これで接戦いけないか。あ、接戦いけんか。くそ、あと技術6かよ。送球とホーム突入、なんかこれ違うな。あれか、ちょっと何かがおかしかった気がする。
どれだ。初撃。これなんかもう一個くらい、ああ、いけますね。これが正解かな。ああ、でもなんか結局あんまそんな変わってない気がするけど。いっか、これで。7かな、ギリ7くらい。うえ、めっちゃいってるやん。やっぱバランス良かったんすよね、経験点の。独身術取れたら8か。それでも8だからね。うん、こういう感じのサクセスを最終的には目指したいんですけど、ちょっと過程が今回は残念でしたね。はい、最初だけでした、本当に。黒金固定はテンション上がったんだけどな。はい。まあ、という感じで、まあ、たまにはこういうサクセスもいいでしょうという感じで、今回の動画は以上としたいと思います。ぜひね、チャンネル登録と高評価お願いします。では、失礼します。